おとといと昨日あったことを吐き出してく。昨日、会社から帰ろうとしたら、4年前に女を連れて出て行ったはずの元旦那が、ロビーで待っていた。パートさんに出されたお茶を飲みつつ、私が来ると、帰ろっか、って言って手を引かれた。もちろん、速攻手を叩いて突き放した。すぐに返そうとしたけど、状況が読めてないのかラリってるのか。照れちゃって、もう、なんだよ。とか言って、抱きつこうとしてきた。時間帯的に、若いパートの子しかいない時間だったので、抱きつこうとする元旦那を、突っぱねる私を見て、旦那さん、かわいそうですよ。とフォローされる始末。恥ずかしかったけど、オーナーを呼んで事情を説明して、警察に連れてってもらうことになった。その警察を呼ぶ呼ばないで話し合ってる時に、私の今現在の旦那の存在を知り、さらにちんぷんかんぷんなことを言うし、恥ずかしさと情けなさで泣きそうになった。帰り道が危ないので、オーナーに送ってもらった時に、慰められて、いい大人が泣き出してしまった。今日、事情聴取とやらをされたけど、元旦那、いろいろとやらかしていたらしく、かなり長いこと拘束された後に、社長と常務に、ことの端末を説明して難しい顔された。オーナーがフォローしてくれたおかげで、なんとか明日から普通に出勤できるけど、めっちゃ憂鬱。本当、オーナーがいい人であったことが唯一の救い。元旦那が言ったちんぷんかんぷんなこと。旦那って俺でしょ？なんでなんで？俺のこと、まだ忘れられないでしょ？とか、それ以降、下品な話なんで書けないですけど。だだっこみたいな言い方で、私の背中で言ってましたよ、永遠と。